モノディスフィアを実況プレイ進行役のドトコムドトコムです。さあ、今回は第2回目になります。はい、まあ、基本的なこの画面の説明に関しては前回の最後に説明した通りなんですけど、もうちょっと補足を入れていくと、って言っても補足に別に入れることはないですね。まあ、あと左下にムーンと相談ってあるのは、もあるんですけれども、まあ、こんな感じでムーンからのアドバイスとか、あとサポートとかがあります。で、どんな感じかっていうと、じゃあまずアドバイスを見ていきますけれども、最初はうまく飛べないと思いますが、心配しなくても大丈夫ですよ。ミドンの世界を出る頃に大体の方向に飛べていればそれでいいんですからね。困った時はとにかくクロノスブースターを使いましょう。攻撃を当てる瞬間や避ける瞬間、正確な方向転換を行う場合には特に有効ですよ。っていう風に、2通りのアドバイスが順番にもらえます。で、次、手助けなんですけれども、今は関係ないのかな。今はこれ以上の手助けは必要なさそうですけれど、そもそも何も準備してませんよ。たくさんやられてしまったり、スフィア取得に手こずっていたりしたら、また私も準備しますけどね。今は特にないっぽいですね。手助けについてはまた後々説明していきます。じゃあ、早速行きましょう。今回は準備運動。緑の世界の第一ステージですね。準備運動をやっていきます。では、モノイ様、早速ですが、準備運動を始めましょう。まずは移動方法の説明からです。マウスの準備はよろしいですか？はい、このゲームですね。マウスで操作します。で、どんな感じで操作するかというと、下に説明がありますけれども、まずマウスの左ボタンをクリックして、下に引っ張り、そこでマウスボタンを離してみましょう。とありますね。で、まぁ、ちょっとやってみますね。クリックすると、こんな感じで、矢印が出てきて、離すと、こういう風に飛びます。すると、バヒューンと飛ぶことができます。少しの間は私のすべて右クリックしてくださいね。で、矢印が出てきたんですけれども、これが移動方向を表しています。例えばこんな感じだったらこんな感じですね。で、動かす方向なんですけれども、原理的にはパチンコの原理をイメージしてもらえればわかりやすいかなと思います。まあ、つまりですね、飛ばしたい方向の反対側の方向にドラッグして離すっていうイメージです。こんな感じですね。例えば、真上に飛ばしたい場合は、下方向にドラッグして離すっていう感じですね。で、まあ、斜めだったら同じように、例えば右上だったら左下の方にドラッグして、こういうふうにやる感じですね。で、あと、右クリックなんですけれども、まあ、ちょっと特殊な操作をするとき、右クリックを使います。で、例えば、会話ですね。会話は、対象のキャラクターに近づいて、右クリックを押すと、会話ができます。移動は上下左右どの方向でもできますし、マウスを引っ張った量が多いほど早く移動できるんですよ。で、今説明のあった通りなんですけれども、引っ張る量に応じて、まあ、矢印の大きさも変わってきます。で、矢印の大きさが大きいほど勢いよく飛びます。まあ、小さければ、チョーンってこんな感じで飛びますし、大きくすればバヒュンって飛びます。まあ、引っ張る長さに応じての感じなので、まあ、それをイメージしてもらえれば分かりやすいんじゃないかなと思います。まあ、まさに本当にパチンコですね。そんな感じの飛ばし方だと思ってもらえればいいです。じゃあ次行きましょう。では次の準備運動に入りましょう。今度はクロノスブースターという能力の使い方について説明します。どこかで聞いた名前ですわね、それ。自分の能力を忘れないでくださいよ、モノイ様。これはスペースキーまたはエンターキーを押している間、時間の流れを遅くすることができる能力です。
ただし連続で少しの時間しか使えません。同じだけ時間が経てばまた使えますけどね。ではやってみましょう。スペースキーかエンターキーを押し続けると時間の流れがゆっくりにすることができます。まあ、どんな感じかっていうと、こんな感じですね。まあこれが何に使うのかは、まあ後々説明はし、まあ、ちょっと今説、まあいいかな、後々説明しますか。で、このゲージなん、クロノスブースターなんですけれども、画面中央の赤いゲージがあったと思うんですけれども、これが、なくなってしまうと使えなくなります。で、モノリスの周りで、時計が回っていると思うんですけれども、この単身が12時のところに来た時点で、また使う、これが、クロノスブースターの使える目、そこで切れる目安になります。で、まあ、ゲージが回復している間でも、また使うことはできるので、で、使い切ったからって言って、また全回復するまで待たなくてもまた使うことができます。まあ、見せてましたけれども、まあ、そんな感じで使えるので、まあ、困った時はバンバン使っていくって感じですかね。クロノスブースターの使い方を覚えましたか？スペースキー押しっぱなしですよ。危ないと思ったらすぐ使いましょう。練習が済んだら次の準備運動に入ります。特にないかな。じゃあ次行きます。では次の準備運動に入りましょう。今度は10秒間滞空し続けてください。地面に近づいちゃいけませんよ。空中にいる間でも移動ができますが、それを忘れないでくださいね。はい、ですね。今説明もあったんですけれども、普通にやる感じだと、例えばどんなに勢いよく飛ばしたとしても、10秒間滞空し続けることはできません。で、どうやるかというと、実は、この重力波ってのは、空中にいる時でも使用できるんですね。なので、落ちてる時にもう一回上向きに飛ばすみたいな感じですかね。まあ、そんな感じでやっていきます。で、あと、ま、今ちょっとお見せしたんですけれども、上下左右どの方向に飛ばすことができるので、まあ、方向によっては下向きに飛ばすなんてことも普通にあり得ます。まあ、それこそ本当に、マウスで自由自在にどんどん動かしていくような感じですかね。じゃあ、早速対空やってみましょう。まあ、僕自身はこれは慣れてるので、一分やっていきましょう。で、危ないと思ったら、こうやって時間を、クロノスブースター使って、時間を遅くして、で、対処するなんてこともできます。はい、こんな感じですね。ナイツ空中移動です。次への準備ができました。できたら私に話しかけてくださいね。まあそんな感じで進めていきます。まあ基本操作としてはマウスで移動する重力波と、あと時間を遅くするクロノスブースター、この二つを駆使して進んでいく形になります。じゃあ次行きましょう。このくらいなら楽々って感じですね、モノリ様。では今度は空中に浮いたクリスタルを取る練習をしましょう。全部取るまでの時間も計ります。クロノスブースターを使ってもいいですよ。では GO!こんな感じで赤いクリスタルが全部で7個あるので、それを全部回収していきます。まあ、これは楽ですね。11.23 秒。このくらいできれば上出来です。準備運動は十分ですね。で、この赤いクリスタルなんですが、マップ中の赤のクリスタルを全部集めるとモノリスフィアが現れるんです。こんな風に。あら、誰かさんによってバラバラにされた私のスフィアの一部ですわね。わ、そんな言い方ないじゃないですか。とにかくこのスフィアを集めないと月の世界を元通りにすることはできません。
ただ月の世界には今、執事ラビでも勝てないほど強い敵がいるんです。勝利するためには他の女神様のお力も借りなければならないでしょうね。私一人で何とかなりませんの？私、こう見えても時と重力を司る女神ですのよ。いえ、それはわかってますけど、物石様のお力は戦いには不向きなんですよ。そもそも重力波は移動手段でしかないのに、どうやって攻撃するんですか？体当たり。女神様の攻撃手段が体当たりとか嫌すぎますよ。実際それしかないんですか？仕方ないでしょう、ムーン。だから他の女神様に助けを借りに行くんじゃないですか。他の女神様は傷を治したり、火を吹いたり、防壁を張ったり、いろいろできるんですよ。それくらい知っていますわ。この世界にいる緑の女神だって、すでに私と友達ですもの。じゃあ、スピアを回収しつつ力を借りに行けばいいじゃないですか。ええ、そうですわね。なら、そのスピアを取って、緑の女神様の元へ参りましょう。ゼンマ急げです。はい。で、このゲームの最終目的なんですけれども、このスピアを集めるとクリアになります。集めるっていうか、触れるとですね、厳密には。触れるとクリアになります。新ステージ、調整トレーニングが選択できるようになりました。ところで、ムーン、一つ聞いてもよろしいですか？もちろんです、どうぞ。緑の女神様ってどんなお名前でしたっけ？ちょ、さっき友達って言ったじゃん！200年も会ってなければ名前の一つも忘れますわ。ひど！まあ、そのうち知る機会もありますよ。今は先へ進みましょう。そうですわね。パッパッパーとステージをこなしていきますわよ。ですね、次のステージは調整トレーニングです。パッパッパーと行きたいのは山々ですが、すごく大事なステージなんで、じっくりやってくださいね。はい、というわけで、ちょっと今回一旦ここで切ります。